こんばんは、クルーアンです。今日はですね、コクーンという会社のスリムバックパック for MacBook の開封をしてみたいと思います。こちらが届いたボックスです。ずっと、MacBook とか iPad とか外に持ち運ぶのになんかいいバッグないかとずっと探してたんですけどね、やっとこれがいいんじゃないかと長いこと悩んだ末、これに購入しました。ここにコクーンとロゴが貼り付けてありますね。この会社、Apple ファンのために MacBook に合うようないろんなバッグとかスリーブケースとかを開発してますね。一時期Apple Store にもアクセサリーとして出てたんですよね。ありますね、ファスナーがね。でここを開けるとこれがコクーンですね。このグリッドイットという、ラバーバンドをこうやって縦横無尽に張り巡らせて、ここにいろんなアクセサリーを貼り付けられると、オーガナイズしやすいっていうことですね。それでは、MacBook を入れてみたいと思います。これは MacBook Pro の13インチ2014年モデルですね。ちょうどいい感じですね。一応15インチまで入るバッグみたいです。で、iPad Air 2も普通に入りますね。これが背中側、で外側にもう一個あるんですよね。こちらがアクセサリー類。それでは入れてみます。これ外付けのハードディスク、ここら辺に適当に入れて、ライトニングケーブル、だから MacBook の充電アダプター、ちょっときついかな、ちょっと無理やり、これは私のカードケース、この回アクセサリー類適当にパシパシ。でも本当に取りやすい、見やすいし、いいですね、これ。で、閉じて、ここに、ちょうどかけて、じゃあちょっと取り出してみますか。あんまり大きいのは嫌だし、ちょうどいいサイズを探してたんですよね。バッグ自体は、公式サイトによると 1.14kg と、そこそこちょっとずっしり感はあるんですけど、でも他の大きいバックパックに比べたら全然スリムでいい感じです。それでは一応外で背負ってみた感を我が家のベランダで撮ってみました。
こんな感じです。本当にこのスリム感がいいですね。はい、今日はコクンのバックパック for MacBook の開封動画でした。それではご視聴どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。